ゃれスタイルだな。おしゃれスタイル。キャンさん的にはこれの方がミキシングしやすいですか？どっちも変わりはしない。ちょなんかあの差別化したい時にいいなと思って、はい、いやこの年の年と収録してて、うん、あいつ声のレベルの差えぐいじゃないですか。僕ずっとミキシングしてた。下げて、あいつ上手いから下げて、上げて、ハンドだったらもうおのずと近づけるからね。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。さあ今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ。今夜も FM 議論から生放送でお送りします。単独ライブ終わりました。オードブル松田健吾です。あ、もこもこもとしです。お願いします。お願いします。はい、なんか今日オーシャンティースタイルでお送りするらしいですよ。ダメだよ。ダメだな。ダメだよこんなの。自分でお願いしたのはいいものの、 あなたがお願いしたの。なんか、うん、はい、言い方あれだったんですけど、うんうん、居心地悪いっすね。背もたれあるここ、ここってなんか、うん、俺らには居心地悪いんだなと、うん丸椅子、高椅子には我々は合わないですか、やっぱりね。俺らは、居心地悪いんだなって。居心地が悪いというか、いや、収まりが悪いな。そわそわしてんだろう、ね、あの映像で見た時にやっぱ収まりが悪いな、なんかな。凸凹、はいはい、とかこうシュッと決まるじゃん、やっぱ、はい、やったりしてるの見たことあるんですよ、はいはいはい、オードブラちょっと似合わないですね。こういうことですか。ああ、組めてないですよ、お兄さん。足も組めてない、上手に。こういうことじゃないんですか。そうラジオで足を組むという。こうね、ちょっとこう、車に構えて、こんな感じでこうやるみたいな。こういうことでしょ。あ、できてない。はい、そんな感じですね。どうも。はい、お願いします、ね。あ、単独、皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。超満員で。本当に。めちゃくちゃいっぱいでした、ね、缶バッジが売れました、すべて。はい、売り切れましたね。いやー、ありがたい。これは、うん、すごいことですよ、皆さん。そうですよ。本当に、だってビジュの缶バッジですよ。今、うちのバイト先の Y さん、わかります、はい、あ、見ましたよ、今日会議。見ました？見ましたよ。なんかめちゃくちゃいい髪飾りしてましたよ。やんなって言って俺。お前こんな相当年上だけど。相当年上だけど。多分二回りぐらい。二回りはいつにかもしれないですけど。ワンちゃん親ぐらいの年ですよ。親ぐらいの年ですよ。俺言ったもん、お前こんなのやんなって。もうすごいいい缶バッジを髪飾り代わりに、はいはい、カチューシャ代わりに。カチューシャじゃない。カチューシャとか髪留めか。髪留めのヘッドをあれにしてね。紐でくくってその上からあれつけてるっていうね。 S さんに関しては、うん、あの名札の中にずっと入れてるね。あの毎日入れ替えてるみたいな。入れ替えてるらしいですね。やんなってたけど、そんなの。いや、うん、いいことですね。作ってよかったですね。本当にごく一部の人だけが喜んでありがたいんですけど。いや、全部売れたんで一応、はい、うん、一応ね、はい、結果としては、よかったですね。これはもう二度とやらない。え、あんな過ちはもう二度とやらないという。グッズをですか。グッズというか缶バッチですね。いや、もうこれを僕味を占めて、うん、はい、アクリルスタンドマジでやらんこ作った方がいいんじゃないかなとは。缶バッチはまだ用途あるけど、アクリルスタンドはマジで用途ない。いやいや、そのオフィスに置けばいいわけじゃないですか。その自分のデスクにいらん。オードブル等身大で作ろう。等身大で作ろう。等身大、うん、いらん等身大で作ろう。組み立ての大変だぞ。死にません。邪魔だし。いくらで販売すればし、それを。え、いくらで販売する。いや、値段見てからですよ。等身大、発注の値段見てからですよ、こんなの。俺、原価で売られても買わんぜ。いやいや、いくらか分からんさ。いや、分からんけど、等身大のアクリルスタンドなんてマジで。マイケル・ジャクソンとかがやるやつだよ、多分もうそこまで来たら。いやいや、ちょっと楽しみにしてください。いらないっすよ、全然。だから、その、まあ、単独、うん、お疲れ様でしたということで。いや、お疲れ様でした。なんか、はい、
一番楽でしたね、うん、今までで。何ですか？体力的にも。あ、そうですか。メンタル的にも。あ、そうですか、うん、僕逆に心配が勝ったんですよ。だから僕一番疲れました、ね、あ、ほんと、はい、なんか知らないです。でもお前コント1個出てないんだから、うん、コントというかネタ1本、ネタ1本出てないんだから俺よりは疲れないはずだけど。こんなって言ってくる相方嫌なんだけど俺はぁ、俺の方が疲れてるに決まってんだろお前。本当に嫌い。なんかこっから面白くなる展開もないだろうし、ただ俺が腹立って終わるだけの。なんだろう、二人で頑張ったねでいいじゃないですか。頑張ったよ。キモ。無理無理。じゃあでもお前あるだろ、一発目俺が頑張ったね、うん、お疲れ様とか言ったらキモって言うんだろ、うん、すぐ。おい全然言わない。いや絶対お前、いや言わんわ俺。そんなわけはない。そんなこと言わない。一回こういうの挟んどかんと、うん、なんかそういうお笑い感に持ってかんもん。お前なんだこいつ。お前は俺がなんかシンプルに言ったときはなんかうわとか言うのも、なんだこいつと思って、珍しいと思って、なんだこいつと思って、違うね、なんだこいつと思って、それは一つかますた、そりゃ。そりゃ本番とかそういうときは俺そういう言葉をしっかり投げかけるよ。こういうところでは投げかけない俺は、ラジオのときとかは。それ一回かますよ、適当になんか言うよ俺は。いや腹立たせて終わるよ一回。それそうだろお前、普通にやったらやうえとか言う。なんだお前。いやいやいや、そんなこと言うの、僕も大人ですから。まあ、いやいや、こいつ思ってる以上ですよ、皆さん。僕も大人ですから。ひどい話ですよ、本当に。今年32歳ですから、はい、そんなもう人から投げかけられた、このね、ねぎらいだとか、そういうのはもうしっかり受け止めますよ、僕。ちょっとあれだよ、お前。はい、最近は、はい、最近というかもう、うん、3ヶ月、半年ぐらいやってますけど、うんうん、一応、LINE 上で、うん、ちゃんとお前にありがとうっていうようにしてるよ。うん、あ、だからね、ありがたい、本当に。こうわ、もう気をつけるじゃないですけど、うん、もう、うん、もう、俺も言うときちゃんと言う、ありがとうってお前にちゃんと言っちゃう、うんうん、だからこれはもう親しき中にも、でこれ LINE 上だけです、これ LINE 上だけです、はい、あのリアルで言えないな、面着したらちょっともう腹立つんで。面着って言うなお前。バイト先の癖がついてますけど、癖がついて面着、ね、対面すると言えないっていう、ね、うん、面着ね、うん、お前。いや、あと面着してるときはお前見つめ合うと素直におしゃべりできないんかお前。ちょっと恥ずかしいから一回腹立たせて。こいつうるさいわ。桑田もびっくりもお前。一旦ですよ。そうですか、はい、本当にありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。なんかいや本当にその日左肩を負傷しまして、うん、僕なんかしてましたね。もうネタ1本目で負傷してたんです。あれ1本目は何、俺が止めるところ。そうあれの肩の入り方が悪くて、うん、俺の俺分からん、分からんけど、逃げようとしたこいつが捕まえるっていう漫才だったんですよ。だからあれだよね、いつもと逃げ方が違うんだよね。その前やってる時はこう天仏ホールとか小座とかでもやりましたけど、元下は反対側の袖に逃げるから俺が引っ張るっていう、わざわざね、あ、うん、そのお前側にね、下手側に逃げるってことはないので、楽屋に基本上手側に逃げるんだ。そう、はい、だけどあの重ねの作り上楽屋に入るんだったら俺の後ろを逃げないといけないから、そうそうそう、俺がこう相撲みたいにな、あれで怪我して、うん、痛いなと思って、はいはいはい、まあでもアドレナリン出てるからまあまあまあ別に、うんうん、痛いなと言ってはいるけど、痛いんだよ、はい、痛いんだ、ちゃんと痛くて、うんうん、もう口に出さんと腹立つぐらい痛いわけよ、うん、だからちゃんと口に出して、うん、我慢はできるよ、うん、で別にできてたし、うん、でも一応口に出さんといけんぐらい腹立つたから、うんうん、一応痛いな、うんうん、で中ちゃん頑張ってください、うん、いや分かってるんだよっていう、うん、でももう出さしてぐらいのテンションでやってたら、うんうん、なんか5本目にスライディングかまされて、うん、かましてない中央本当にあの少女漫画あるあるのコントで、うん、僕が急にこいつ、まあ、角から出てきてぶつかって、うんうんうん、僕が仁王立ちしててこいつが、はい、いや思ってたのと違うっていうね、あずけらんこうたろうっていうコントがあるんですけど、はいはいはい、なんかぶつかるときに、はい、もうただでは知らんみたいな感じで足かけられて、違うそんなんしてない、で俺死ぬほど、うん、その時の記憶ね、うん、もう一回転するぐらい回ってゴーンと落ちた記憶だったんですよ、うんうん、映像今日見たんですよ。あ、今日見た、もうしたたか、うん、回ってなかった。だろ。ただこけた。ああ。もう本当回っ、もう反転もしてなかった。ゴンだろ。四分の1しか回ってなかった。ただ九十度。釈迦にかデブやしと思って。俺の記憶上は、うん、なんかもう一回転して、うんうん、ベンって落ちて、うん、痛ーと思ったけども、うん、怪我してるとこだし、うん、っていう記憶なんですけど、はい、映像見たらもう、うん、反転もしてなかった。反転もしてなかった。釈迦にかデブでした。
いやいや、そんなちょっとした事故もありつつ、事故ってことでもないか、はい、まあ、ちょっとアクシデントもありつつ、そうっす、あのブルミさんが来てますけど、はいはい、うふじし君キャンプ行ってたね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、そう、あいつ、うん、俺らの単独ライブとキャンプ、うん、まあ、多分家族だと思います、うんうん、家族を取り寄った。そうだろ。家族だろ。家族を取り寄った。そうだろ。俺らではなくて家族を取り寄った。あの、そうだろ。うふじしいと思って。いや、正しい。3回やってたんだ。でも俺この常識があるのにあのメール送ってくるってところに俺は腹立ってるから、もはや。おかしいですよね。いやいやいや、3回やって、うん、1回しか来てないから。いいやし、1回でも1回でも来てくれてるんだったらいいよ。ウフジシは解禁症だろと。いいやし、も来てるんだから。大してネタも変わらんだろうと思った。全部変わってるわ。全部変わってやってるわ。ちゃんとこれのために新ネタも下ろしてんだから。下ろしてね、いろいろやりましたね。わざわざって言い方ですけど、ちゃんとね、新ネタも作って下ろしてるんですから。そうですよ、まあ、はい、楽しかったじゃないですか、めちゃくちゃね。いや、本当にありがたかったですね、みんな来ていただいて。はいはい。スモークはやっぱやりすぎだな。でも思ったよりでしたよ、僕の中で。あ、どうでした、キャンさん、あの見てて。あれ、客席から見たらどうだったんかな。この足りなかったっすよね。もっと、リハの時はもっと良かったなっていう。まあまあ別に悪くなかったんで、盛り上がってたからいいんですけど、うん、あのオープニングね、うん、1分ぐらい曲流した後にスモークで蔓延してて、うん、スモークなんか僕らが出てくるっていう、うんうんうん、あの嵐のみ許された。本当に埼玉スーパーアリーナ嵐のみ許された、うん、ジャニーズとかね。そうですね、うん、もうトップクラスのみ許された出方をしたんですけど、ビーズとかがやるやつですよ、うん。もっとは、まあ、別に僕は、もっとあっても面白い。いやいやいや、だってリハがやばかったじゃないですか。ネタの入り邪魔だったわ。なんだろうな。まあ、でも、それこそあれよね、うん、本当に中地に助けられたなっていう。ああ、そうね。中地がなんか、飲み会を開い、飲み会でしたよね、あれね。前説ね、前説じゃなかった。前説が飲み会みたいな前説を中地が。一応前説改め乾杯の挨拶をさせていただきますとは言ってたんですよ。彼飲み会始めたんですけど、そうそう。で中地がさ、その今回、うん、あのスタッフにさ、うん、あのデコボコ、キンピラのタイガ兄さん、はい、中地、はい、でキャンさん、はい、でうちのマネージャーのジュリア姉さんに、はい、お願いをして、はい、まあその、うん、ジュリア姉は遅かったというか、もう、まあまあ、僕らが受付なんでギリギリでいいですよっつって、うん、最初に入ってたのが僕らデコボコ、キンピラのタイガ兄さん、中地、はい、キャンさんだったんですよ、はい、でキャンさん音響セッティングをやってもらって、でタイガ兄さん両音で、うん、装飾をしてもらって、うん、で僕は演出なんで、まあ、もろもろ演出的な、まあ、こここうしてほしいとか、うん、まあまあ動きながらで、こいつも装飾行って、うん、で帰りにグッズとかの準備をしてもらって、うん、中地が武官なんですよ、はい、舞台監督っていう、まあ、そのもうスケジュールを管理して、はい、あそこは どういう進行状況で、まあ、できますよ、できるんですけど、はい、あのもうそれ以外のことに頭回したいんで、はい、あのもう本当にスケジュールというか、まあ、その調整をしてくれ、進行の具合を見て進行をしてくれと、今何時なんで何やりましょうっていう、うん、とか、だその正直やることなかったんですよ、その時ぶっちゃけ中地はそこまでやることはない。でもろもろ準備終わって、はい、そのリハやりたいなと思って、うん、中地がずっといないなと思って、うん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 、中地っつって、うん、中地っつって、うん、おーいって、うん、なんか奥から聞こえて、楽屋の裏から、楽屋の裏から、うん、すいません僕も始めちゃってますっつって、うん、タバコ吸いながらビール飲んでました。ビールから、あいつ俺たちが必死こいで準備してる中、あいつ裏で一人でビール、うえーってなって、なんだあいつ、あーって思って、いやいやいや、うん、だってこれ本当裏話ですけど、うん、第1回の時、はい、もう僕運転なかったんでその日、はい、去年ね、ちょうど1年前、うん、そう、はい、とかもあったんで、はい、なんていうかな、ちょっとその早めに僕も始めたんですよ、はい、なんかあれですよね、いやいや、お酒ちょっとだけいいって言ってね、ほんの一口ぐらいの、ほろ酔いね、ほろ酔いを何口かこう入れてましたけど、うん、気持ち上げるためにね、はいはいはい、そのまあみんなもな、お客さんも飲んでいただいてるので、うん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 、じゃあ中地から、はい、いやいやもうそんなダメですよと、始まる前から
酒飲んでガンネタをグッて入れてくださいと、はい、確かにと思って、うん、いやそれはちょっと俺も初めてで、うん、そんなに飲む機会がないので緊張もあるし、はいはい、あるので、うん、っていうことだったんですけど、はいはい、もう今回に関してはだって 2時間前から2時間前です、会場2時間前ですから酒とタバコをやってました、終わりあいつ終わりあいつ、うん、次回武漢どうする、中地中地やし懲りないなお前中地懲りないな、いや本当にもう最高のメンバーで、いやありがたかった、いや打ち上げもずっと面白かったっすね、楽しかったっすね打ち上げ、いや一番笑ったのが、うんうん、帰りが中地から、うん、タバコちょうだいって言うんですよ、そう帰り吸わないのに、吸わないんすよあいつ、吸えないんで、吸えない A でみんなが、ええ帰り吸わんだろお前はと、うんうん、こんなってするなと、生きがんなと、生きがせっかく吸ってないんだったら吸わんでいいんだよだからと、したら中地からもらった、中地からもらったやつをポティってまず折るんですよ、折るってただただ新品は折ってすぐ灰皿で中地がはぁっていうくだりがあるんですけど、わかんないそれわかんないってずっと言ってた、でそしたらその後中地が、うん、なんかタバコ増えてるっつって、うん、なんかタバコ増えてるっつって、うん、どうしてなんでかっつって、うん、開けた一応ポテトが入ってました中地を揚げたてのポテトが、その後そのポテト食ってる時に横で両とか火つけてあげてました、美味しいって言ってました、美味しいって言ってました、うん、なお熱々で美味しいって言ってましたね、バカしかいない、いやー最高でした。打ち上げもずっと面白かったな。面白かったですね。まあ中地がもうね、これ言ったら怒るんですけど、はい、すぐ帰っちゃうんすよ。いやいや、もうこれ言ったら怒っちゃうんすよ。いや、もちろんね、うん、中地とってももう偉いなと思いますけど、偉いからな、もう、まあ、子供も生まれてね、はい、奥さんもいるんで、うん、ちゃんと LINE を作って、うん、このそうそう奥さんにも了承もらって、この時間には帰るよと。うん、ちゃんと自分なりに LINE を作ってね、うんうん、やってるんで、とっても偉いなと思いますけど。相談してね。で、それを僕らが、いい奥さんですよ、あの時間まで飲みに行ってくれるの、でも僕らもやっぱり昔の中地を知ってるんで、うん、いや、やっぱ帰るばみたいな土屋悪いなって振るんすよお前がな、いや俺と帰りが釈迦にか嫌な顔するわけよ、だ一番言われたくない言葉だけど中地が腐れ中のーずいや俺ら分かってる、分かってるけど、うん、分かってるけどわざと言ってるんですよ、分かるよ、いやもう土屋悪いなお前っつって、うん、もっと昔はっつったら、うん、もうやめてっつって一番嫌いでしょうね、こう言われるのが、そうでしょう、ね、そういう感じでコメント、はい、ありがとうございます、イビキシンシェ、アイス、ブルーミーさん、アダス、カープボーイスさん、アダス、あとは、はい、ユミコ準備中、アダス、お疲れ様です、今日ウォーキングしないんですか、あー中地がなんかやるって言ってましたね、私たちシャリマ前ウォーキングしてます、あら、なんですかその怖いやつは、怖いよ、いるのあれか、あれ違うよ、あれだって由美子さんあんなスタイリッシュじゃないもんそんな、うん、そんなメリーさんっぽいやつで出てくるんですか、うん、私由美子さん今シャリマの前ウォーキングしてるの死に怖いよや怖さぬ由美子さん、うん、ふっかるすぎるって、由美子さんもう、うん、僕のお母も由美子なんですよ、ああそっか、だいたいこの世代って由美子多いじゃないですか、知らんけども、なんかよく合うんす、あー来ました、来たよや、来ましたよ皆さん、あー来ました来ました来ました、来ました、ちゃんと来たよ、来ました、お疲れ様です、お疲れ様です、由美子さん、由美子準備中来ちゃったよ、どうぞどうぞ、なんか席を座ってもらって、はい、はいどうもー、あーちゃちゃちゃ、うるさい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 、ショートコント、じゃあマイク入ってる、マイク入ってないって、マイク入ってない、マイク向けてあげて、うん、MC みたいに、うん、MC みたいにちゃんと、はい、ショートコント東京ラブストーリー、カンチ電池ちゃんちゃんタンタン俺初めて年上のおばさんに手出そうになってる、お疲れ様です、どうぞ、元気ですか覚えてなかったでしょ、えそういえばと思って、何が先々週約束したじゃないですか、え、したよ、うん、覚えてる覚えてる覚えてる、あ覚えてる、うん、だから来んなってたっけ、だから、ね、うん、僕には LINE が LINE というか F ライブの日に話したんですけど、あそうっすか、俺完全に忘れてて、あそうっすか、覚えてないだろ、いや僕はだってほらこの前ぶっちゃけ聞いてたから、中地となんかいつウォーキングしますみたいな話してたから、あそうなんだ、なるほど、だから俺その現場にいたから、そう、うん、全然もっとマイク近づけた方がいいんじゃない、あそうですか、はい、あ1時間前からこっちウォーキングしてたんですよ、
中っちはいるんですか。あと地元この辺じゃないでしょ。あ、います。はい、言わせるんだね。はいはい。近くに言わせる。全然全然。二人で。そうそう。二人でウォーキングですか。はい。二人でウォーキング。二人でウォーキングしてましたよ。なんでよ。1時間前から。いやだから時間は違う、違う、時間は聞いてない。何時からって聞いてない。なんでかって聞いてない。理由聞いてるわよ。あれですよ、ウォーキング仲間なんですよ。私たち。中地と。中地と。中地さん、両都さん、入ります？大丈夫です。大丈夫です。マジで大丈夫です。本当ですか？一人がいいし、ウォーキングするんだって。ああ。そう、全然大丈夫。なんか。するにしても一人がいい。キャンさん入ります？あのウォーキング仲間。やった、知念組っすね。じゃあよろしくお願いします。やばいやばい。やった。巻き込みどこよ。僕はあの、はい、ね、あのよくお話しますけど、はい、やっぱりあんまり話してくれない。そうなんですよ。ですよね、だからね、はい、でも、はい、あの最後は絶対私のこと好きになると思いますよ、はい、サモハンキンポンペな顔してるおばさん俺好きなのよ。やサモハンユミコです。サモハンユミコです。今日はだから、はい、何オイルと仲良くなってほしいな。そう、仲良くなりましょうよ。じゃあもう一応 LINE で来ましたよ。 LINE で来ましたよ。なんて、今日お触り OK ですか。何でもいいですよと。なんでヤーに説明、なんで許可こっちに。いいですよと。これ別に店長じゃないですよ、このお店の。何でもいいですよと。何でもいいですよじゃないよ。マツケンさん、はい、どっちが大きい声か、うん、はい。なんで絶対自分が勝てるジャンルで戦おうする。こいつマジで。やりましょうよ今日。あ、ここでキャンさんもやる。やりましょう。キャンさんもやる。キャンさんもやる。それワンピースの時の手の挙げ方だからそれ。いや見えてない。やりましょうやりましょう。じゃあ3人じゃやりましょう。あ、じゃあ僕が判定します。じゃあはい。こんな判、こんな耳の悪い判定員俺嫌だ俺。一応あのラジオ上だとうるさいんで、一応、はい、マイクから離れてやります。一応あーいいっすね。調整する。さすが。なん調整したい。じゃあ待って、まず俺やるって言ってないよ俺まず。やりましょうよ。いやだって なんでまずはブルミさんからあの出したくない俺これ以上。ブルミさんからちょっと誰ですかっていう。ブルミさんと思ってました。そっか、FEC に、今年ですね、うん、復帰したというか、はい、はい、まあ新しく 元 FEC で、そこから何年かもだいぶ空いてですけど、はい、また帰ってきた、はい、由美子準備中という、芸人でございます。はい、よろしくお願いします。ハンサムの金城さんと昔コンビを組んでいました。なんでマイクから外れ。なんかね、ちょっとそう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 、あ、こんね、これつか、これ、はい、あ、こっち座ったら由美子さん。え、いや、ちょっと恥ずかしい。なんだ恥ずかしいもん。好きなんこいつのこと。いや、もうちょっと恥ずかしい。好きなん、なんだろ。いや、好きとか言うのじゃないけど、うん、恥ずかしい。ヘイクラ喋れ。あ、わかりました。由美子準備中です。よろしくお願いします。はい、お願いします。由美子さんです。お願いします。由美子さんのいろんなパーソナルなことを聞いた方がもう面白いよ、逆に。いや、今日は俺も由美子さんの好きなことをさせようかなって、うん、で、大声、結果、大声でしてる。間違ってる。ずっと間違ってるぞ。ねえ、やった方がいいっすよ。ねえ、ねえ、やります。じゃあ一旦まずやりましょう。どうなるか分からんけど、どういう人なんか。せんべいっていう、せんべい、せんべいっていうワードを大きい声で言いましょう、みんなで。あ、分かりました、分かりました、はい、言いづらい。なんで最後言いで終われず、せんべい言いで一番向いてはないですよ。ねえ、うん、私がせんべい好きだから、やっぱせんべいって言いたいなと思って、はい、まあまあ好きもあるからもう、そうこれ勝てないですよ。そう、好きも兼ねて。ああ、やりましょうか。いや、もう参加するよ。なんでよ。4人でやりましょう。俺は4人でやりましょうって、ほら。ね、4人になりました。何が正解ですか、これは。これとりあえず本気でやった方がいい。本気でやった方がいい。本気でやるじゃん。本気でやりましょう。本気でやりましょう。はい、誰からやるんですか、これ。誰からやるの、これ。ちなみに最後がいい。最後がいい。何番がいいですか。はい、私最後から2番目がいい。ちょっと待ってください。中地に行けました。オードブルさん、ごめんなさい。あとはお願いします。今こっち行きよったバイク、あいつだな。中地。え、中地さん帰ったんですか。どんな人来たんですか。え、私ですか。車で来ました。あ、車で近くに止めてて、うん、はい、あ、なるほど、なるほど。中地さん、私のカバン持って行ってるんですけど。一回電話します、中地に。いや大丈夫ではない。違うから、今こっち行きよったけど、中地らしきバイクが俺の目線を去って行きよったけどな。でもなんか帰るっぽいですよね、このコメントも、うん、はいはい、あとはお願いします、はい、あんまりラジオで大声選手権しないでよ、本当にもう。結構でかいんだね。あ、そうです、でかいですね、私は。はいはい、はい、中地に一応、うん、大丈夫ですか、カバン、カバン大丈夫。カバン、多分中地さんは、うん、あの素晴らしい方なんで、じゃ聞くだけ、どこかに、はい、聞くだけで置いてはいると思います、うんうん、取れるかな、でも、はい、取れるかな、どうかな。帰った、どんなでしょう。
中地くん。ウィンカーの音してるから完全に帰ろうとしてますね。中地くん。中地くん帰った？由美子さんのカバンどうした？うん、どうする？何？なんて？あ、捨てた。捨てたらしいです。どこに？どこに捨てたの？中地。どこに捨てたのって。うん、出入り口にちゃんと捨てた。出入り口にちゃんと捨てた。とりあえず一旦取ってきた方がいいじゃないですか。いいっすね。うん。いいっすか。いいっすよ。ちょっと、うん。いや、カバンは確保して。鳴らさんでいくよ。なんでちっちゃいマラカス鳴らしながら。はいはい。はいはい。あとお願いしますと。しんどいです。中地さん、しんどいです。余談、はい。はい、ウォーキング中に。うん。なんて言いました今彼。ちょっと。はい。僕ナゾラさんですか。はい。うん。はい。はい。はい。うん。うん。ありますよ鍵とかかけれます。鍵とかかけれます今すぐ。固めの鍵かけれます。もう入れないようにできます。もう今の発言を聞いた時点で僕もお話ししたくないんですけど。じゃあ中地じゃあこちらで引き取らせていただきます。なんで引き取れればお前。しんどいな。そうね。なんか全然入らないね。帰ってきたよ。OK 了解しました。ちゃんと大人用のカバンして。はい。ちゃんと社会人の大人カバン持ってある。中地からせんべいだけを叫ぶんじゃなくて、はい、はい、何ですか、はい、せんべいの中でも一番好きなせんべいを、うん、あ一番そのめせんべいというジャンルの中で好きなせんべいを叫ぶと。わかりました。はいはい、じゃあ今伝えましたので、はいはい、中地さんありがとうございました、うん、声でかまたよろしくお願いします。ウォーキング声でかいわ。那覇まで行きますんで次。那覇まで行きますんで。はいはい、そうですか。はいはいはい、何ですか、うんうん、由美子さんが、はい、はい、何、うんうん、うるま市にあるラーメン、ラーメン、はいはい、ラーメンを食べに行きましょうと言ってたと、うん、あ、わかりました。なるほど、はいはい、ラーメン食べに行きましたから今日、はい、あ、行った天津飯とラーメン食べました。しっかり食ってるし、はい、とりあえず、中地ありがとう。中地ありがとう。これ以上君の声が聞き取れないからもうごめん、ありがとう中地。とりあえずもう引き取るよ。はい、じゃあお疲れ様です。はいはいはい、はい、はいはい、はい、じゃあやりましょうか。なんで仕切りだば。やりましょうね。なんかなんでこんなテンション低いんですかみんな。はい、テンション低くないですかね、キャンさん。テンション低くないですか。違う、びっくりした。違うのよ。もっと上げていきましょうよ。違うのよ、ゆみこさん。はい。深夜ラジオでこんな声張り上げてるんだじゃあんまないで。マジっすか。ないよ。いやいや。いや、やりましょう。じゃあせんべい。せんべい。好きなせんべいね。好きなせんべい。ちなみに、はい、勝ったり負けたりはあるんですか。もうキャンさんに判断してもらおうよ。あ、一番フラットに。いいっすか。うん。あ、リスナーの方じゃなくて。俺が判定していい。おお。かしこまりました。じゃあ、勝った場合は何かあるんですか。勝った場合何かあるんですか。私から、はい、ハグがある。いらんよ。いらん場合。なんで。由美子さんが勝ったら何があるんですか。由美子さんが勝ったらどうするの。私が勝ったら、はい、うん、何をさせてほしい。私が勝ったら、うん、僕らが勝ったら由美子さんからハグもらえるんですよ、うん、いらんけどな。現状由美子さんは、由美子さんが勝ったら何、うん、なんかもらえるんですか。由美子さんは、うん、ハグします。あー、なるほど。もう逃げられないです。なるほど。ハグから逃げられないです。由美子さんのお前しか得ないやし。ゆみこちゃん、ほんとに、ゆみこさん、はいはい、ごめんなさい、なんなんすか、このハグ癖は。なんなんすか。とりあえず、若い男とハグしたいんすか。なんすか。別にベテランメンバーには行ってないっすよね。そう、あ、そうですね。ですよね。行かないよね。確かに、でしょ。そうですね、うん、師匠とかにもこんなしできないっすよ。師匠にやるよ、あきらさんにやらないでしょ。もうやらないし、うん、ハンサブさんとかもやらないわけでしょ、うん、僕らとかにはよく言うじゃないですか。そうですね、うん、はい、これは単純に若いから、はい、若い男から、ね、なんかあれ本能かな。怖さね。怖い。本能で動いてるおばさん一番怖い俺。本能ババだからよ。そう
だね。ほんのおばさん今気づいた、うん、そうだ危ない、気をつけます。でも娘もいらっしゃいますよね。いますいますいます。高校生だ。高校生の多分見てます今。あ、見てるんだ。見てます娘。今見てます、私の母と一緒に。どういう気持ちで見てるんかな。再熱してるんですか、由美子さんの中で。はい、再熱してるんですか、その男というものが、はい、由美子さんの中で。なんすか、この若い若いエキス吸いたいんですか。セルと一緒で今やってることやってることあれ、それドラゴンボールの話ですけど。ああ、なるほどね、うん、あ、分かった、うん、あのセルね、あの緑のやつ、緑のやつ、一応分かんないですよ。動くたんびにカシカシなるしな。マカスがどこに仕込んでるば。いや、もう、はい、まあ、とりあえず、はい、やるやりましょう。はいはい、でも好きなせんべい早くハグしましょう。しましょう。いや、ちょっとハグ、違うハグしたい理由を聞き、いや、別にダメじゃないです、別にいいですけど、理由を聞きたいんですよ、俺は一旦。なんでこんなに、あの、ハグしたら見境ないじゃないですか。見境がない。若い、若ければ。それは師匠があるんじゃない。いや見境ないってでもあの FEC の方たちだけでよ。あ、いや、だから FEC の中でもやっぱ選ぶじゃないですか。だから元氏行きたいか。そう、あんまり選ばれない。元氏さんがハグしたことありますよ。だから なんでじゃ普通、うん、この人だったらみんな逃げるじゃないですか。はい、元氏さんも気負ったんですよ。だからいや、ちょっと待って、その語弊があるだろって。寂しい者同士が寂しい者同士が行ってないわ、俺。控え、S キックと N キックガチャンこれ言うのも失礼ではあるけど語弊があるよこれ。別にいいですよって、別に何かその由美子さんとやるのがハグするのが嫌ではないから別に、あ、なん、あ、そうなんだ、何でもないから、そうなんです、ね、どうぞっていいですよっつって、そう、ありがとう、語弊があるよって。俺からなんか俺が由美子さんにハグさせろよっつってみたいな感じだったら、ちょっと話変わってくるでしょそれは。ちょっとだけ、まあ、ありがとうございました。久しぶりに男性とハグしたんで、いや、はい、あのだから由美子さん肩持ってあげてもたまに全力で裏切ってくるときあるから。俺信用ならんわって。じゃあ、あのだから私が追うのはいいんですよ、うん、あの来られると困る。なるほど、逆に行けばいいんだ。そしたら引くでしょ。もうそれはちょっと無理。なんか あれだ、猛獣とかと一緒だ。猛獣とかもなんかこっちから行けば一応なんか頭意外とビビる。もういじめられた動物みたいな性質してる。人間怖いけど。そう なので怪物やん。いや人間怖い、でも仲良くしたいって。そうハグはしたいけど、来られるとちょっと怖いから。来られるとちょっとってなる。はいはい、なんだこいつ。やりますか。やりましょう。いや、もうやらんでもハグしたらもういった。いやいや、それは違うよ。いや、どっちいや、どっちもそうだよ。いや、違うわよ。勝とうが負けようが俺たちに残されるのは、勝てを今、すっぽらかしてるだけだから今。あ、そっか。そこまでの勝てを、うん。やりたいのはあるぞ、うん。大声選手権。大声選手権がやりたい。そんなどうしてもやりたいんだ。うん、じゃあ、行きましょう。誰から行きますか、これ。誰から行きましょうか。はい。あ、じゃあ、ちょっと。じゃあ、どうぞ、ユミカさんから。じゃあ、ちょっと一回調整してもらって。ちょっと待ってくださいよ。はい。せんべいじゃなくて、私の好きな、なんとか。せんべいって言うんですよね。そうそうそう。せんべいの名前。商品名、はい、商品名でもいいですよ。何でもいいです。商品名でも。はい。わかりました。OK です。じゃあ、3、2、1で振ります。一旦。はい。マイクじゃなくてちょっとこっちがいいですね。はい、マイクでもいいですよね。もういい？大丈夫なんですか？壊れますよ。壊れるか。立っていいですか？じゃあマイクから離れますけど。じゃあ、なんかその遠くで聞こえてるぐらいが、ね、はいはい、逆にいいんじゃないですか？いいんじゃないですか？はい。はい、いいです。じゃあ、行きますか。大声選手権、はい、1番手、はい、由美子準備中の挑戦です。じゃあ、3、カウントいたします。はい、では、行きましょう。はい、3、2、1。塩せんべい！ありがとうございました、じゃない場合。やりきりました、じゃない場合。俺あんな声かすりだから幸せんべいシャウトしてた最後。マキシマザホルモンかなんかですか。なりたいんですよ。なれるか。もう全力おばさんやん。俺全力少年ガラス揺れた揺れる音します。全力おばさん初めて見たよ。次誰が行きます。次俺が行こうかな。俺やろうかな。はい、ここお前でも負けたらお前ハグでうちょ。うん、すぐね、もう決まるの、ね、負けたらハグ、走ってからね、走って勝ってもハグで今、うん、知っちゃうんだよこの人さ。走ってくるのはいいけど、なんか周りのもんとか壊しそうで怖いんだよな俺。マイク離せよお前。もう俺マイク離す。はい、じゃあ頑張れ。じゃあ、2番手、オードブル松田健吾の挑戦でございます。
ではカウントしたいと思います。はい、いきまーす。3、2、1。ミルク先生。あー、キャンさん、じゃあ今の覚えて、覚えておいていただいて、その勝ち負けをね。ミルクせんべい、ミルクせんべい、美味しいですよね。ミルクせんべい、うん、あ、商品名とか出さないんだみんな。俺のは商品名がミルクせんべい。あ、そういうのがあるんだ。なるほど、塩せんべい全般ね。あ、塩ですね、はい、塩せんべいもあんまり変わった名前ないだろ。塩せんべいは塩せんべい。いや、分からんけど塩せんべいの中でもっていうね。うん、あんま興味なかったみたいです。お前の話で広げてるから今。元さん行きますか、じゃあ。こちとらさ、単独やったんだからさ、喉痛めて大中年だよ。ああ、いいけど、いいけどさ、もう、いや、勝ちに行ってください、元さん。頑張ってください。と勝ちに行ってくださいよ。言っても先輩ですからね。ね、頑張ってください。行きましょうか、じゃあ。もこもこ元志くんの好きなせんべいを叫ぶ。3、2、1。雪の宿だ。雪の宿いただきました。美味しいっすよね。美味しいっす。こいつマジで。雪の宿です。はい。美味しい美味しい。じゃあこの主、これ主体が美味しいか美味しくないかじゃなくて、うん、声が大きく大きくないかだっけ。それに対してリアクションが美味しい、ね、美味しいじゃない場合。実はね、これあの、うん、みんな勘違いしがちですけど、うんうん、美味しいかどうかじゃないです。これは声のデカさなんです、はい。そうですよ。そうですよ。皆さんお気づきじゃないと思いますけど。ブルーリーさんから、はい、はい、亀せんべいってきました。あ、じゃあこの勝者をキャンさんに大声で発表してもらいましょうか。あ、なるほど、はい、このでこれで由美子さん勝った場合は由美子さんがどっちか好きな方、好きな方と、あ、いいっすよ、ハグ、はい、でキャンさんも含めていい、キャンさんも含めでしょ、キャンさんもハグしていいってことでしょ、由美子さんがこのスタジオにいる人間とりあえず好きなやつ、で僕が勝った場合は由美子さんとハグをするということで、あ、いいっすよ、いいっすよ、しないっすよ別に。いやいやいや、しましょう、いやいや、もうしましょう、これはもう罰ゲームですよ。はつまみ出せこいつマジで今。じゃあキャンさん、勝者の発表をお願いいたします、はい、カウントいたします。じゃあいきましょう。3、2、1。はい、もくもく。ちょ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 、お前が一番でかいですね。すごい、キャンさん絶対由美子さんだろ。由美子さんにして選ばせろよ。いや、単純に俺が今由美子さんとハグ数だけで終わってる。いや、別に、ちゃ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 、話聞いてるか。はい、もこもこもと勝者もこもこもとしー、おめでとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、何ですか。いやいや、ちょっとそういうのは違うんですよ。違う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 、だって勝ったら勝ったらハグしていってたんだから。それはもうちょっと今ハグする権利を得たんで、得てるんで、僕のタイミングで。いやいやいや、なんだ、そういうのではない、そういうのではない、そういうのではない、あなたがそういうの逃げたらもうダメなのよこれ。これね、あのね、本当にさっきもちょろっと話したけど、僕のお母も由美子なんですよ。そうそうそう、で、もうフォルムから何から一応もうクリソツなんですよ。ちょ、俺も恥ずかしいかさ、一応他に今ハグしようぜと一緒で今、ああ、もう、もう由美子で、あの、もうフォルム、ま、に見たことあるか、いや、な、写真見せられたのかな、まあ、写真か、うん、でクリソツさ、一応フォルムめっちゃ似てるさ、フォルムも似てる、ちょっと恥ずいではあるわけよ。で、でですよ、言うても女性で元氏からハグしに行って逃げたら、うん、そう見えるだろ。ダメだばい。すごく悪い見え方するだろ。で、かわいそうだろ、元氏が勝ったのに。改めて、改めて、もう一回ちょっとこんなん違うよ、こんなんじゃない、まさかこんなんじゃない、キャンさん、うん、カズマサさん、こんなんじゃないよ、これはボケでしょ、多分ボケなんだよ、ちゃんと言いなさい、キャンさんがもう一回改めて勝者をね、お願いします、発表してもらおう、キャンさん、うん、勝者は、はい、はい、では行きましょう、うん、この大声選手権勝者は、うん、松田くん。そうそう、キャンさん、今のは正解です、これが松田が正解です、今一番いいです、マジで違う、これ正解です、ま、キャンさん、イエーイ、でも今の全部正解ですよ、俺だったら、うん、俺かいって言えるし、由美子だったら別に、うん、そのまま面白い展開だし、うんうんうん、でも一番面白いのはこいつです。あ、もう一番キャンさん、これが正解です。正解出しました。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。俺多分はい、ということで、じゃあ、はい、お疲れ様でした。いや、帰らんでください。
帰るの。じゃあ副賞として、はい、あの由美子準備中とか、ハグがついてきますので、はい、ハキ、いやいや、こうも、ちょ、待って待って、違う、じゃあ自分書いて、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 ちょっと待って、どうどう、自分書いて、自分書いて、自分書いてって、違う違う、機材おかせだとしても、俺は、はいはいはい、こっちで立っとけ、はい、持つ持つ、はい、持つ、ここまで持っとけ、はいはい、持つ持つ、はいはいはい、自分書いて、自分書いて、逃げていくから、じゃあ、もうちょっと、カメラで入る位置でやってくれ、すみません、はいはいはい、今、バキバキって音が鳴りました今皆さん満足、満足しました、満足はした方がいいですよ、キュンってなった好きなのだから、なんなん好きだよマツケン、いや、もこもこさんも好きだよ僕もですか、はい、これなんですか、異性としてですか、それと芸人として、芸人として好き、芸人として、ね、異性としては、異性として、うん、はい、好きっすよお前なんだ好きですよいいな、いや最初に会った時に言ったんですよ、はい、私、はい、黒沢さん、森さん中の、はいはい、めっちゃ好きですって、はいはい、似てますよね、マツケンさん、あーまあまあまあ、似てます、まあ、ちょっと若干、あ、言われたことあります、はいはい、言われましたよ、言ったんす、はい、だからもう好きと、好きなんす、もう好き、黒沢さんまず女性だしな森さん中の黒沢さんでももう、ね、松田も今フリーですから、はい、あ、はい、じゃあもうやっぱアプローチ次第ですね、こっちもでもフリーですよ、うん、まあ、僕もフリーですよ、だからオールフリーです、はい、一応でも彼氏とか欲しくないんで私しなしてしなしたよね俺マジで、俺今法律なかったら殴ってるやつ俺マジで、なんなんこいつ、マジで、なんだば、ほんとシャリ苦したよ俺首が、あの口悪いけどマジ苦したマジ苦したやつ、もう男はコリゴリなんでね、誰よマジで、なんでなんでなんでいいさ、俺そういう関係にはしたくないわけね、そうそうそう、もうそのちょっとたしなむぐらいがいい、うん、ああみんなの由美子分かってるよ誰も独り占めしようとしてないし俺マジ初めてだな、今年入って初めて首根っこつかんで外に引き出そうかなと思ったら、いや腹立つこいつ、いいですね、いいですね、こういうの楽しい、 いいいや、本当いいっすね、いいっすね、一応師匠に、はい、今日あのオードブルさんのラジオに出演させていただきます、はい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 、報告はするんですね、そうです、報告したら、はい、あの、うん、名のオードブルっていう名の通り、うん、食ってこいってあ、なるほど、はい、なるほど言われたんで、はい、ちょっと食うって分かってます、はい、食う食べるってことですよね、そう、そうですけど、はい、はい、食べられるんですか僕ら今から、はい、現状、はい食われてる、食われて、我々今食われてる状態ってことですか、そう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 、まあ、今、まあ今からですけどね残り 20分もないですけど、大丈夫大丈夫、全然その間、はい、私食べるの早いんでよくわかりますね、知らんよやでも別に付き合うとかではないんじゃないだから、いや食うってもなんかそのや、ね、そっちの方の食われるから、ね、あ、そんな僕ら捨てられるってこと、捨てられるってことですか、終わったら、はい、ないですよ、じゃあ どの食うですか、物理的な話ですあの物理的な話、ね、キャンサーに助け求めないですか、語彙力なさすぎてスタッフに言ってるでしょ食ってこい大将、お笑いとして食ってもう乗っ取ってこいぐらいのことでしょ、そう、そういうことですよ現状どうですか、できてます、どう、30% ぐらいできてるやつじゃんじゃあできてるやつに思ったより、うん、なんか厳しい人なんだな、うん、自分にな、うん、自分に厳しいけど、うん、そうですね、そうか、うん、いいですね、いやいやもう、うん、どうしますじゃあ、こっちのセリフですよもうこの後ドライブでも行ったらもう行きましょう、車ですよね、車ですよ、あ、こっち車ないんで、え、なんでなんでなんで、車で来てるよ、俺、あ、車来てる、置いといてもいいですよ、嫌だよねえ、うん、代行で帰って、なんでよ、なんで酒物も食べてるの、ヒアゴンとか嫌だよ、行きましょう行きましょう、マジで行きましょうって、頑張していく、大丈夫大丈夫大丈夫、何もしないから、何かするだろ逆だな、あれたちの男がいいやつな、それ大丈夫大丈夫、何もしないから休憩しようだろ休憩しないだろ、どうせあいつら後に休憩を必要とするであろう行為をしてるだけだから、あいつら疲れるわ
ラーメン食べに行きましょうか。食べたでしょ。お前歩いてきたんだろ。して車じゃあウォーキングしたんだろ。ウォーキングしましたよ。減らすためにウォーキングしてるんだ。だから食べれるんですよ。やばせる。そういうことだから減らした分。あ、なるほどね。そうそうそう、食べたい分減らしてるわけよ。そう、食べたい分減らしてんじゃないよ。そう、食べたい分減らしてんだ。お前ストック開けてる前よ。ずっとリボ払いみたいな生活してる。体重のリボ払いでずっと生活してるんか。体重のリボ払い、体重のリボ払い、なんかネタで使っできるけ。めっちゃいいじゃん。うまいね。うまいね。うまいうまい。今でよかったっすね。もう一回ハグしようか。なんで。ご褒美にな。もういいよ。ご褒美じゃないわよ。で、俺のところグッて来て、痛いとかよ、なんでもない。ただ、俺ちょっと強めに抱きしめられて終わった。リアクションも取れん、なんか。痛くもない。これ何なんですか、この、やっぱハグすると、うん、やっぱ満たされるんですか、うん、いや、いつも、あの、うん、うちの長男、小学6年生なんですけど、長男もいる、はいはいはい、長男を、無給してるんですよ。それは分かるよ。それは親としての愛情じゃないですか。だから、うん、長男としか無給してないから今、うんうん、はい、13年ぐらい、はいはい、だからもう成人の男性とちょっとやってみたいなと思って。だそれを満たされたいんでしょって。だからでもうんそうだね。で、うん、若い若いやつ限定でしょ。うん、だって中田さんとかに言わない。中田さんとかに言わない。言えない。まーちゃんさん、伊沢さんとか。それは怖いってこと。怖いってこと。怖いからですか。それともおじいちゃんだから。シンプルに、もういや、もうシンプルに怖い。ああ怖い。あ、若手はある程度言っても怒られなさそう。そうそうそうですね。そうですね。舐められてますよ。殺そうかな、一回。俺、初めて言ったわ。年上の女性に殺そうかなって。舐められてます、今。いやー、怒らんだろうっつって。ああ、そうですか。ハグしても。いや、でも本当にドライブ行きましょう、みんなで。なんで、なんで、みんなで行きましょう。大学生みたいなノリで喋ってくるな、こいつ。新婚、新刊コンパの一個上の。長くないですよ、その、なんかみんなで集まってドライブしようぜって。ないっすよ、もう。ないっすか。あ、絶対、りょうとさんとドライブ行くんですよ。いや、ここ、差しですよ、こいつ。差しですよ、僕。二人で二人、うん。じゃあ、私と二人で行きましょう。嫌だ。なんでよ。なんでよ。いやいや。何をしたくなるよ、そのうち。何を。だって、今はラジオ中だからこんな喋ってるけど、うん、もう出た瞬間、もう一切喋らんさ。一切ではないや、そんなことないけど。一切ではないって言いましたね、今ね。ね、言ったね。一切ではないよ、別に。普通にするときあるでしょ。じゃあ、ラジオ終わって。違うけど、普通の会話から仲良くなってきたのに、こいつ圧強すぎて、俺の心のせっこむチャー殴りだ。いいさ。解約しな、早くや。いいや、あのせっこむや。アルソックも追加した、最近俺。吉田沙織が壁に立ってないだろ。ああ、電子だよ。僕は2年かかりました。え、そうなんですか。仲良くなるまでにね。え、本当ですか。2年かかりました。時間かかりますよ、こいつは。うん、じゃあ私2分で。無理だよ。あ、行ってみよう、じゃあ。それは、うん、それは、住居侵入って一緒で言っちゃう。もはや。どんなしたら仲良くしてくれるんですか、じゃあ。まともに喋ってくれじゃん。まともに。じゃあ、なんかな。じゃあ、じゃあ、一回分かった、分かった。何。そう、知らんから、俺。うん。お別にこの由美子さん、僕は好きなんで。はいはい、私も好きだよ。私も、ね、好きだよ。大好きだよ。両思いということで。そうそうそう。この感じで、別に言われても、別に普通に返せるんですけど、あんま見たことないんで、俺、こっちの会話を。ね。一回、じゃあ、じゃあ、お前、事務所として入ってこい、じゃあ。いいね。僕、あの、じゃあ、僕、あ、じゃあ、由美子さんごちそうっていいですよ。はい。僕、あの、シンプルに見たいんで。はい、いや、大丈夫。そしたら無音になるから。君はちょっと、恋人役っていうのはどうですか。あ、いいですね、恋人役。恋人じゃないですか。違う。あと、ごめんなさい、なんですかこの黒い卵は。なんですかこの黒い卵。なんですかこの黒卵。しかも汗でびっちょりだね。なんだろう、この黒。なんだ、あの黒卵。じゃあ、ちょっと皆さん、あの、寸劇ですけども。恋人ではないですよ。だから事務所、事務所で、事務所で会話しようって言ってるんですよ。じゃあちょっとあの早めにネタ見せ前です。ネタ見せ前、早めに来た由美子さん。いつも通りの俺。待って、面白くない人マイクで喋ってください。すいません。面白くない人、私は。何、普通の。いや、普通、いつも通りの由美子さんです。オッケーです、わかりました。それが見ただけなんで。テンション高くない由美子ですね。はいはいはい。まああの、そうそうそう、いつもの。あ、了解です、わかりました。それで、はい、じゃあいきます、はい、俺もさ、いつものテンションでくればいい。あ、お前もいつもでいいですよ。俺もいつものテンションね。はい、いつものテンションで。オッケー、はい、了解です。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ネタ見せで。そうです ね、はい、ネタ見せ、はい、めっちゃ緊張してるんですよ。なんですか。私こんな見た目じゃないですか。だから、まあ、そんな、そう、その自分で下げなくてもいいと思いますけど、あのやっぱり見た目がこんなだと、はい、めっちゃ緊張するんですよ。あ、なるほどね。普通の方よりも。ほう。だから、うん、めっちゃ今緊張してるんで、はい、
まああるかでも、まあ、あるある事務所内であるよ俺よ横でクシャーっておならなのかくしゃみなのか分からんと口からファーンって出して再現した時俺今 M1 撮ったんかなと思ったハーレーダビッドソンからよ再現した時なんだ、はい、あ、どうぞ、ごめんなさい、すいません、すいませんでめっちゃ今、はい、マツケンさん私緊張してるんで大丈夫、大丈夫緊張ほぐしてもらっていいですかほぐせ、ほぐせ緊張ほぐす緊張ほぐせ、お前緊張ほぐす、はい、お前なりのほぐし方しろ、お前どんながいいっすかね、じゃあゆみこさんじゃあ一回なんかハグとかしてとかいいんじゃないですか寄ってくんなよ違う、違う、なんで、なんで迫られるやるさもこの後もやるさもシャカリか俺の胸元で話すするやったぜこいつジュルジュルジュルじゃないばいメールとか届いてますもしかして届いてます届いてるっていうことメール行こうじゃんもう由美子さんに呼んでもらいますいい読めん読めますよ読めるよお前もう由美子さんなめんなよお前わからよ由美子さんに読ませろお前めっちゃで何通あるんすか今日は2通何パートあと何分あ、4分か。じゃあちょっとごめん。俺もバッて読んでいい？じゃああと4分だったらごめんなさい。こいつに待ちますよね。はいはいはい。はいはい、これかな？ああ、なるほどね。あ、どうぞ、はい、いいっすよ、いいっすよ。ユーモさん変わりますじゃん。こっちにしようかな。はいはい。はい、じゃあもう一個あった方から開く。はい。はい、こんばんは。初めてメールします。コアナリスナーのユンユンです、はい。ありがとうございます。ユンユンさん。はい、はい、FEC さん定期ライブちょくちょく行かせてもらってます。あ、どうもどうも。ありがとうございます。私、はい、オードブルさん大好きです。あ、ありがとうございます。いやー、だす。心金F ライブ、悪魔さん登場するんで、ちょっと MC が印象的でした。ありがとうございます。もこもこさんは慣れているんですね。慣れてる。MC ですか？ああ、もう。わかんない。そうなの？本職です。はい、実は私、来週県外に嫁ぎます。嫁ぐ、あ、なるほど、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はいはい、妊娠後期になるので今のうちにってことです。なので最後にオードブルさんで笑えて本当に良かったですが、ありがとうございます。その日彼と見に行ったのですが、はい、お写真も撮れずにお話もできなかったのが本当に悲しかったです。すいません、はい、フライブちょっと ねいろいろまあそうか、うんうんうん、いろんなねあの近隣住民の方とかの、はいはい、まあ、ちょっといろいろあって、そうですね、今回は申し訳ないです、うんうん、まあ、ちょっと僕らも予想してなかった、はい、とこだったのでちょっと対応がしきれなかったなって感じですね、はい、すいませんね。まあそれちょっとね、今回ネタはもちろんですが、ライブ終了後の写真おしゃべりタイムも込めて楽しみにしてたので本当に残念に泣きましたと、申し訳ない、ということで、突如目に勇気を持って彼とお腹の子に5人で写真撮りたかったですし、サインも書いてほしかったので本当に悲しかったです。あ、なるほど、ごめんなさい。そうですね、全然なんか、まあ、もう来月なん来月来月かな、まだ一応ねライブあと1回ぐらい来れそうなのかな。もっとお客様に寄り添って意見も聞いてほしいなと思いました、はいはい、ごめんなさいね。ここあと、はいはい、複数名の方も来月がやめようかなとか、FEC らしさがないとか、こんな扱いされるならもういいとなって帰り道で話してるお客さんもいました、私はもう沖縄から去りますが、前のように戻してくださるとファンとしても嬉しいです、これからも FEC さん、オードブルさんの活躍願ってますということで、ありがとうございます。まあまあ、ちょっとこれはだから我々もね、初めての会場で、あれもあったので、ちょっと勝手が分からなかったのであれでしたけど、これ、まあ、お話し合いして、どういうふうにお客さんと接してね、できるかも考えていくところではございますので、皆さんも今後、もうちょっとね、見守っていただけたらと思います。はい、さらっていますけど、はい、なんか考えるもんな。うん、そうだね、考えます。ここはもう、またね、新しい場所なんで。はい、ちょっとだからうまくね、その、まあ、会場の、日本にも迷惑かからないように、はい、で、我々もちゃんとお客さんと、コミュニケーションが取れるように、どういうふうなやり方があるのかっていうのは模索していきますので、そうですね、もうちょっとすいませんが、我々の方でもこれ練っていくので、ちょっとそこまで考えきれなかったなと、ちょっとだけお時間ください。もちろん近隣住民の方に迷惑かけたら、もちろん前提として借りれなくなっちゃう、そうです、ライブができなくなっちゃうっていうのがあるので、はい、まあ、今回ちょっとね、急に、うん。うん、あ、そっかって俺も、うん、エンディングの時に、はい、あ、まあそうだなと思って、まあ ね、申し訳ない、ご協力ご理解いただければと伝えましたけど、まあ、申し訳ございません。まあまあまあ、それなり、はい、その上で何かね、はい、何か、うまく皆さんとも気持ちよくね、はい、終演後もお話できるような流れ、はい、作っていけたらと思ってますので、新しい体制でやっぱり最初はまた新しくいろんなことを、ルールとかあるので、また元さんたちとも決めるので、考えますのでよろしくお願いします。お時間がもう来るんですかね。
もう終わりですかね。あと何秒？あと20秒。もう一つは、オードブルの谷さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。奈々です。ギャラリーに行きたいと思ったきっかけがあります。オードブルさんのラジオをギャラリーに行ったことがないからです。なるほど。まさか2週連続でギャラリーに行けるとは思ってなかったので、ちょっとびっくりしてます。ありがとう。ありがとう。ごめんなさい。ごめんなさい。ということで、また来週もよろしくお願いします。初めてさ、駐車場でネタ合わせしてたんだけど、ユミコさんの声が駐車場まで割れてるな。帰りいるんだよ。帰りは帰った。逃げる。いやもう、なんかユミコさんのところ行くけどって振り向いたらもう車の帰りと危ない。帰りと危ないですか。帰りと危ないですか。じゃあ、この人難しいから、ハグを求められたら。でもさっき求めたら普通に食ってられるでしょ、俺。それは、あの、オエルさんちょっと好きだけど、あ、もう結構、なんか帰りはちょっとコミュニケーション取るじゃん、ウエルズみたいな。それが気持ちいいわけさ。うん、ね、うん。でも本当に嫌がるから、話さないっていう。なるほどね。そうだよ。すっごさる。それの、目を見たく。今日の母ちゃんの格好と同じだわ。もうよ、だ俺もさ、俺はユミコだから、で、フォローも全く一緒だよ。あ、一緒なんだ。全く一緒で、もうだから本当に、お母にしか見えなくて、本当に母ちゃん。みんなの母ちゃんやってるんですか。だからよ、まあ世代的にも、もちろんもっと上ですけど。イーティングっていくつでしたっけ今。44です。アキラさん、リンコしたんですよね。そう、ね、でも今、アキラさんもあの誕生日来たので一緒ですね。あ、どういうことか。はい、で、3年が一つ上です。あ、なるほど、はい、アキラさんの一緒か、うん、あ、そうか、うんうん、そうか、44、はい、まあ、もちろん おかわりしたら分かりですけど、うん、でももう俺だったら一回りでしょ、帰る帰る旦那帰る帰るかな、ちょっと写真撮る。来てくださいって言われたんです。あ、そうなの。そう。あ、そう、本当本当だよ。本当ですよね、キャンさんね。うん、あれ本当ですね。ユミコさんの中で、あ、来ていいんだなって解決したんじゃない。で、中津さんに、じゃあユミコさん大丈夫ですよね、木曜日みたいなの言われて、じゃあ、何だったか、10時にここで待ち合わせねって言って、1時間歩いてきたさ。うん、歩いてたね。そうで、そのまま来たって感じ。なんかさ、中地とユミコさんが歩いてるわけよ、こっちで。ほんと熟年カップルみたいな、もうなんか。還暦迎えて、お互い夜にちょっと歩こうか、みたいな。うわーと思って。そしたら、何ってユミコさんだから、うん、しっかりびっくりした。で、こっちでずっと呼んだ呼んだ、ずっとなんかこうやってやってるから、バカじゃねえよとか。いやー、私たち嬉しいね、誘ってくれてね。めっちゃやっぱりウォーキング仲間いいね。まあ中ちゃんはウォーキングの仲間で2回やってるからね。うん、俺まだ1回だよ。だから早くやろう。単独ライブもある。あ、単独ライブ終わってから、うん、終わってからやろう。ハンも行こう、ハン。ハン、うん、居酒屋。あ、はい、行こう。行こう。ハンも来るんだ。うん。あー、終わった。はい、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 はい。どうした？やろう。いや、お前はダメよ。